ゲート入り終わります。おっとスタートしました。うち1番のレッドアンシェルがスタートを決めましたが、3番モズスーパーフレアが飛び出していきます。モズスーパーフレアが先頭、外から14番のセイブン構成、2番手に続きました。3番手横に広がっていまして、内からは1番のレッドアンシェル、間からは5番の大シンバルカン、並んで13番のディアンドル、3コーナーカーブ、あとは17番のビップライブリーが続いています。その後ですが、2番のカラクレナイ、9番ラビンガンサー、10番ペイシャフェリシタ、中段後ろ18番のダイメイプリンセス、内からは11番ディープダイバー、中7番ラブカンプー、その後8番のアビルアウェイ、中段後ろ前とはかなり距離があります。前半633秒8、外から12番ジョイフルがいて、インコース4番のティーハーフ、後方に構えて16番ハッピーアワー、さらには6番のエイティーンガール、最後方に15番ナランフレック、直線コースに向かいました。モズスーパーフレア先頭、追いかけるのはセイユン構成、モズスーパーフレアが突き放しから1馬身のリード、2番手14番セイウン構成、離れた3番手争いは9番のラビンガンサーが伸びてくる、内からは2番のカラクレナイ、外からは一気に8番のアイウィルアイ、さらにオーストから追い込んでくるのが15番ナランフレグなど、前はモズスーパーフレア、セイウン構成、中からアイウィルアウェイ、さらに追い詰めるのはエイティーンガールですが、アイウィルアウェイゴール、2着6番エイティーンガール、外から15番ナランフレグが伸びてきていて、内で粘っていたのはモズスーパーフレア。